す今日は参考人の皆さんから貴重なご意見いただきまして、本当にありがとうございます。 そしてあの今日は皆さんあの障害の当事者であられたり、そしてあの当事者団体っていうことで、実態もよくご存知の皆さんに来ていただいたということに感謝したいと思います。その上でですね、今回の法改正は、既にお話もあったとおり、昨年発覚いたしました、障害者雇用の、雇用率水増しと、先ほどあの斎藤参考人からは、政府による雇用率の一大偽装と、 本当にそのとおりだというふうに思っておりまして、改めてこの問題の,あの全容解明っていうものがされたというふうに思えてないんです、私のところでも。そこであの全容解明されたっていうふうにあの受け止めておられるのか、改めてその障害当事者が参加した上での検証のやり直しっていうのが必要だというふうに思っておりまして、それいご お聞かせいただければと思います。はい。中川,先生中川先生。中川参考人。はい。中川でございます。ご質問ありがとうございました。えっ、ー、とあの調査においてやはり時間的なあの制約もございまして、えー、あとはその当事者にやはりちゃんと意見を聞かなかったというのが私も十分あの問題かなと思います。それからあの。 意的であってか意図,意図的ではなかったということですね。意図的でなかったとは、報告書には、やっぱり、あの、表現されてませんで、意図的とやっぱり背負めできなかったわけですね。で、これはあの、人の心の中の問題ですので、例えば、あの、あなた意図的に、ルール違反を意図、意図してましたかって聞かれて、してましたという方はここいらっしゃないわけでして、そういう意味では、あの、人の中の <laughs> 問題ということで、やはり、あの、詰み切れなかったところがあろうかなと思います。で、やはり、私の印象としては、あの、かなり、 黒に近いグレーという印象がありまして、あの先生ご指摘のとおり、やはり当事者からちゃんと聞き取りをすべきだなと私も考えております。以上です。はい、じゃ安倍参考人。はい、ありがとうございます。えっと私もあの原因の究明というか詳細についてはもっともっと。 あの深く深める必要があると思いましてその中に当事者の視点っておっしゃっていただきましたけれども私たちのさまざまな体験障害があっての体験を踏まえた検討というのはすごく大きいことだと思いますうーそのことによって、えー、と例えばわたあこれはあ私たちが思っていることですけれども障害者手帳に対する偏見というのがあるのかどうか もしかして手帳を持っていることが昇進とかの妨げになっているというような思い込みなどが あるかもしれないのではないかなども含めて、私たちの体験から考えるところも多いございますので、えー、そのような視点からの原因のって言いますか、要因の解明っていうのは、まだまだ進んではいないことだと思います。そのことによって、これからのより良い、あの、就労につながることありますので、しっかりと検討すべきではないかと思っていることを申し上げます。ありがとうございます。はい。竹下参考人。ありがとうございます。あの、 あのこの検証を進めた先生方は、努力されたと思うんですけれども、えー、私は申し訳ないけれども、この報告書を見ていて、非常に残念であり、不満足な思いをしております。それはいくつもあるわけですが、一つには、その人たち自身が障害者雇用の理解があった方がなったんだろうかというふうに、非常に失礼かもしれませんが、思っております。なぜなぜらば今回ののの水増ししし問問題題内容ををを見ておりますとと障害というも理理解たた上で問題点を整理したんだろう そういう点で、えー、その障害雇用、あるいは障害者というものの理解を十分にしていただいたうえで、検証すべきではなかったか、2番目には、今回の検証を通じて、えー、十分なものでなかったことが、今後に僕はお手を残してはならないと思うわけです。 すなわち、検証が十分であればあるほど、問題点が今後の改善につながるわけですから、この検証の作業で終わったということに絶対しないでいただきたいというのが2点目でございます。3点目には、今回、この検証を通じて分かったことも、あるいは見えなかった部分もあるかもしれませんが、この現に起こった水増し問題というのは、私は。 障害者に対する無理解、またはその企業といいますか、失礼、役所自身が、障害者と共に働くという意識を持っていなかったことが最大の原因だと思っているわけです、その点をも含めた今後の意識の問題をも掘り下げた形での検証をしていただくことをお願いしたいと思っておりますはいじゃあ、医師の参考人。はい 先ほど意見を述べましたが少し時間がありませんでしたので先ほどの手紙を少しご紹介させていただきたいと思います国家公務員になった聞こえない方です頑張って働いて係長まで昇進をしたけれども残念ながら係長から降格をしてしまったという話をいたしました でこのご本人が言うにはコミュニケーションの手段が確立できないまま、えー、聴覚障害者の特性を理解した上で評価をしてもらえなかったということです。で、まあ、ですので 二度と自分のような事例を起こしてほしくないというふうにもおっしゃっています。国家公務員でも働きやすい環境づくりというのが最優先に考えられるべきだと思っております。でもう一つ、昨年、障害者のあの公募がありましたけれども、でご説明に来られて、試験申し込みの時きにヒアリングがありまして、 合理的配慮は何が必要かというふうに書くものだと思います当然手話通訳予約引きが必要というふうに書いても、えー、書こうと思っても残念ながらその項目がありませんでしたでもっと不思議なのが補聴器のメーカーカを書くようにな,っていましたなぜ補聴器のメーカーまで書かなければいけないのかというふうに担当官に聞いてもそれは回答がありませんでした。 補聴器のメーカーカといっても例えば、メガネのメーカーを書くでしょうか、わざわざ補聴器のメーカーまでなぜ書かなければいけないのか理解ができないまま、その時はもう話が終わってしまいました。このようなことがないように考えていただきたいと思います。衆議院の二重決議の決を読みました確かかに視覚障害聴覚障障害害聴と細かく 書いてありますそれは最もだと思いますで、特に言いたいことはえ情報アクセシビリティの面をえもっと検討していただきたい以上です、はい、斉藤参考人、はい、えー、っと先ほどまあ十分に語られなかったんですけど私はもう全容解明どころか全く一部たりとも解明されていないというふうに認識しておりますというのは要するに この雇用の偽装というのは、すべて身体障害者を対象に行われているわけですね、で誰が身体障害者なのかというのは、身体障害者等級表ということで、明確に規定されているわけであって、ですねこれを頭のいい公務員の方々が分からなかったなんていうことはありえないわけでありまして、ですから、えー、そういうカウントを間違えたとか、ですね認識不足だったとか、えー、ガイドラインを理解してなかったというのは、これはもう本当に言い訳だけなんですね。 だからなんでこんな事態が起きたということが最大の問題なわけでありまして竹下委員も、竹下参考人も申し上げたように、要するに政府機関の方々が障害者をしっかり受け止めて雇おうという気持ちが、一緒に仲間として迎えるようという気持ちが、全く欠落していたということが私は最大の問題だと思っております。そういう意味で今日申し上げた法制定時の職業安定局長のお気持ちがですね、全く継承されてない。 共有されてない、えー、そういうことに尽きるんではないかというふうに思いますので、本当に一から公務員の方々が障害者を受けれるということはどういうことなのかと研修していただきたい、えー、ここで今日言わなかったことで、例えば名古屋国税局は障害者を、精神障害の方を雇われたわけで、でその方は私どもが支援している方なだったわけですけれども、その人たちはやっぱり非常に不安を持ってますので、ぜひ支援を継続してほしいというふうにこちらは頼まれたんですけれども、 国税局の方にそれを、えー、庁の方に申し上げたら、えー、国税局か、えー、もう、えー、支援は結構ですというふうにこう言われちゃうわけですねで、別にお金が欲しいと言ってるわけじゃなくて、無償でこちらが支援するますと言っても結構ですというふうに断られるわけで、えー、結局、外部の人を職場の中に入れ,たい入れたくないというみたいな気持ちが強いのかなというのにあって、それでは本当にいい障害者雇用というのは進まないと思いますので、えー、本当に。 なぜこここううういいいいととが起ききたたたかというところを徹底的に解明していただきたいそのためには、た、え、け、ー、参考にも言われたように、障害者が参加して、ですね、えー、きちっとした、えー、検証委員会を作るべきであって、前の検証委員会というのは、本当に使用関係の人が中止になってやっているわけで、その人たちがどこまで障害者のことを理解しているのかというと、とっても私は疑わしいというふうに思っております。 倉林昭子君。時間になりましたので、皆さんの発言をしっかり重く受け止めて審議に臨みたいと思います。ありがとうございました。はい、薬師寺光雄君。